皆さん、はじめまして。島根県のプレイズレポーター、シオン宣教団松江福音教会牧師の松本光弘でございます。今回は、6月17日から19日の2泊3日で開催されました西日本宣教セミナーのレポートをさせていただきます。6月17日、島根県青少年センターサンレイクというのが今回の会場です。中国地方の5つの県で毎年持ち回りで開催されております。今年は島根県、鳥取県、山陰の両県が担当でした。日頃はそれぞれ使わされた地域で働きを進めておりますが、このようなセミナーを通して互いに研鑽を積み重ね、交流を深めていくことを目的としております。対象は教職者や信徒リーダーですが、夜の宣教大会は広く近くの諸教会の皆様方に呼びかけさせていただきました。今回の大きな恵みは、なんといっても主講師のベンジャミン・プイ先生からの示唆に富んだメッセージです。また、夜の宣教大会のご用をしてくださったプイ先生の通訳者でもあられます神戸ルーテル神学校正木真紀人先生のメッセージにも大変励ましとチャレンジに預かりました。宣教への動機づけがしっかりと語られました。これからそれぞれの教会に持ち帰って具体的に活かせていけるものと信じます。この中国5県の宣教セミナーへの参加者は、都会の教会というより、地方の教会を牧している先生方の参加が多いのです。3回にわたる講演会、また夜の宣教大会、日夜悪戦苦闘している地方の教会、牧会者のニーズに応えたものでありました。最終日、参加された先生方は一様に今回のセミナーをとても喜んでくださったのです。今回のセミナーを通してそれぞれ多くの示唆に富んだ教えをいただきました。与えられた気づきに従って、これからの伝道牧会に生かしていきたいと思います。私自身も自らの歩みについて多くの励ましをいただきました。どうしても内向きになりがちな日々の働きですが、外に向かってさらに一歩ずつ一歩ずつ歩んでまいりたいと思います。以上、島根県から松本がレポートいたしました。